水素チャンネルニュース第215回2024年6月16日号この番組は水素エネルギーに関するニュースをお伝えするラジオ番組です。お聴きいただきましてありがとうございます。アナウンサーの新浜メチスです。 今回は、およそ2024年6月8日から6月16日までのニュース、記事18本です。では、スタートです。記事1番、6月11日の日本経済新聞。水素チェーン、整備指導。岩谷産業は関連と液化供給網。記事2番、6月14日の環境ビジネス。 三井物産ら三社、大阪臨海エリアでアンモニア供給拠点整備。事前調査開始。引用。三井物産は6月11日。三井化学、IHI とともに、大阪堺、仙北地域において、拠点整備の事業性調査、FS を行うと発表。 次の日本の記事は、同じニュースです。記事3番、6月14日の日本経済新聞。後世山梨新工場でグリーン水素活用。脱炭素へ、引用クリームなどの生産時には温度を高めて乳化する必要があり。ボイラーが必要だ。県からグリーン水素を調達。ボイラーの熱源に水素を使う。 記事4番、6月14日の時事 .com。新工場のエネルギーに水素。山梨県と合意書、厚生。引用。厚生は14日。山梨県南アルプス市に建設する新工場で再生可能エネルギー由来のグリーン水素を活用すると発表した。次のニュースです。 記事5番、6月11日の清水建設。小スペース型の水素エネルギー利用システム、ハイドロキュービックライトを製品化。水素製造装置。水素貯蔵装置。燃料電池を40フィートコンテナに収納。引用。水素、製造能力5ノルマル M3H。 水素貯蔵装置が貯蔵量300ノルマル M3 燃料電池が出力8キロワット記事6番6月14日の日本経済新聞東方チタニウム水素装置向け材料を生産26年から引用東方チタニウムは14日 水を電気分解して水素を作る水電解装置向けのチタン材料の生産に参入すると発表した。チタン多硬質帯薄板を生産する。記事7番、6月14日のみんなの株式。ブラザー、水素関連における連携協定を長崎県と締結。記事8番、6月14日の日本経済新聞。 水素の陸層、企業連合が規制緩和提案。コスト4分の1に、引用、水素バリューチェーン推進協議会は、政府に提案。トレーラーで運ぶ際の圧力制限やタンクの使用年限を欧州並みにすると、コストは現状に比べ4分の1に。記事9番、6月12日の環境ビジネス。 米スタンフォード大学生を対象に、脱炭素化の教育プログラム。商泉三井が企画。引用。商泉三井は6月10日。スタンフォード大学の学生向けにサステナビリティ教育プログラムを実施したことを明らかにした。記事10番、6月14日の千葉日報。水素で動くアシスト自転車。 トヨタ防食30年までの普及へ引用トヨタ防食は14日二酸化炭素 CO2 を排出しない水素を燃料にするアシスト自転車の説明会を開いた記事11番6月12日の日本経済新聞川崎重工とダイムラー欧州で水素ステーション構築へ引用 川崎重工業と毒ダイムラートラックホールディングは12日欧州で燃料電池車 FCV 向けの水素ステーションの構築に向け協力すると発表した記事12番6月15日のモーターファンテック水素エンジンの技術革新超リーン燃焼の未来記事13番6月13日の IT メディアスマートジャパン 低炭素水素の普及を促す新施策価格差に着目した支援の詳細設計。第14回、水素、アンモニア製策省委員会、等合同会議。記事14番、6月10日のジェトロ日本貿易振興機構。日系企業。NSW 州ポートケンブラ水素ハブや物流施設を視察、オーストラリア。引用。 シドニー日本商工会議所資源エネルギー部会は5月29日水素ハブに関する現地視察を行った記事15番6月11日の大林組ニュージーランド初となるグリーン水素高速充填施設の営業を開始引用本年6月10日に同国最大都市オークランドの近郊 リリにおいてグリーン水素の高速充填施設の営業を開始しました。記事16番、6月14日のドローン。オーストラリア政府。水素燃料 EV トール機やドローンなどの開発プロジェクトに計1350万ドルを支援。引用。12のプロジェクトが。 オーストラリアの航空産業を支える新たな航空機技術を開発、導入するため。記事17番、6月14日の連合ニュース。韓日が、水素協力対話。ソウルで初会合。引用。韓国産業通商資源部は14日。 同日にソウル市内で両国の11の水素関連機関と共に第1回韓日水素協力対話を開催したと発表した。記事18番、6月15日のオートスポーツウェブ。サリーン、水素エンジン車でのルマン復帰を計画中。数年以内にロードカーを生産へ。ニュースは、以上です。 今回お届けしました記事へのリンクは、動画の説明欄をご覧ください。最新ニュースへのアクセスと2001年からの過去ニュースの検索は、ウェブサイト水素チャンネルへ。アドレスは ht、https://p a k a g i 数字の1 .net スラッシュ h2 高ッ1ネットスラッシュ H2 です。次回は6月23日日曜日の予定です。またお会いしましょう。お相手は新浜メチスでした。バイバイ。